あ、うわ、これ全部骨もいけそうな感じの上がり具合。うん、タルタル焼きをお持ちしました。はい、まだ来るの？はい、どうぞ。わー、すいません。はい、失礼いたします。うわ、これ何？あ、何それ？切ってある。あ、切ってある？もしかして。食べやすいね。うん、よかった。うわー、うまそう。タルタル焼き。はい、タルタルって何？なんかマヨネーズ。うん、タルタルソースってこと？あ、そうそう。あ、違う。ちょっと違う。はい、食べてみて。違う、他のと。まあ味付け違うかな、それ。うん、味付けが違う。美味しそう。美味しい。なんだこの存在の食べ方、うん、だんだん存在になってきたよね。伊勢海老そんな風に食べていいのって。伊勢海老なんてものを、ね、うめえこれ。じゃあタルタルも食べてみて。うん、美味しいよ。タルタル、タルタルいただきました。全部。全部じゃないって何言ったの。全部くれよ。ほら。マヨネーズ合うね。これうめえ。もっと掘っていいよ。うん。うめえこれ。こんなんいくらでも食べるよ。なんかいろいろさ、料理を、伊勢海老料理を選べるけどさ、選べんて、いくつもあったら。焼きか茹ででいいじゃんっていう。ボイル？うん。はい、タルタル。マヨネーズの濃さに負けてない。無理。みんな。うめって言わないように我慢するの。うん、ちょっと何これ、ひどいことする。残酷だわ。そうですね、じゃあ、それ狙いの方もいらっしゃいます。困ったもんで。本当に。いや、でもそれ狙いだと、本当に空いてない時もあるんで。まあ、確かにそうなのかもしれないですけど、やっぱりもう諦めない。それが組めないもんですから、うん、まずスタッフですね。あと自分の。うわ、絶対そんなのうまいと。絶対うまいよね、俺。ちょっとかけたらこれ。そういうことですね。これは美味しい。ほら、これ。何これ。残酷焼き。残酷焼きなんて名前だったっけ、分からんけど。炭火なん。炭火焼き。これ一番手間がかかる。本当だね、うん。そういう意味ではそうだね。うん、これが一番。大将一番迷惑なやつ。申し訳ないやつだけど絶対これうまいよね。だってさっきまで生きてたこれ。うん、食べるよ、うん、早く食べないと、うん、にゃほら食べるよ。どうぞどうぞ。半生具合がいい。半生は本当に、ちょっと加えてるところ、うん、あ、口閉じた方がいいかな。ひょっとこみたいな顔になっちゃった。ちょっと食べて。見てこれ、エビの味噌つけてみた。どうもすみませんでした。食べるもん、もういらん。このさ、伊勢海老美味しいのにさ、うん、こんなにいっぱい食べ方があってさ、うん、どれも美味しいのね。伊勢海老がうまいんだって。うん、何？カサゴの唐揚げです。どうぞ。カサゴの唐揚げ、うん。どこに身があるの？もうよくわからんね。これ何？ピーマンとか。こういうところ食べとらない。これピローンってめくってある。どれ？ピローンって。本当だ。どうやって食べるの？そらここ。それは分かるのさっきから。絶対魚の素揚げっぽいやつうまいに決まっとるわな。うん、美味しい。
どうやって食べる？あ、うわ、これ全部骨もいけそうな感じの上がり具合、うんうん、やっぱり手で食いたいね。食べたいでしょう、うん、魚。どこ食べた？ボディ。ああ、揚げ魚、梅、全部梅。うん、ちょっとここ骨硬い。うん、上はちょっと無理だと思うや。うん。そして、茶碗蒸し。よかったね、スプーン取っといて。茶碗蒸しのためにスプーン使われませんでした。なんか、何これ、高野豆腐？あ、高野豆腐だ。珍しい。これ何、このまま食べるの？なんか天つゆ、ね、っぽいもんなくて。ないね。エッグプラン。はい、これ人参。うん。うわ、何これ。人参も美味しかったよ。人参うまいね。人参で感動するとは思わなかった。シークワサー自家製なんだって。シークワサーじゃないけどね、すだちだけど。北の国から90にすだちだけど。90にやってんの？わからん、謝っちゃおう。もうこういうお料理が食べたかった。うん、存在に食べてる。うん、丁寧に食べてる。丁寧に食べてる。ほんと気をつけてね、この骨。うん、これはいかん、この、うん、この宿は。なんでこんな美味しい宿来るわな、そりゃ、うん、プラチナチケットだもんね、これ。この宿なかなか。うん、でもなんかすっかり食べ終わったね、うん、だから締めはご飯食べるよ。でででーん、これ何の貝のご飯？違うよ。違うの？鳥だよ。鳥？鳥飯。これもひじき、ひじきで海藻が入った鳥飯、美味しいよ。本当？地のもの？そう。ずいぶん火消えたから長かったで。うん。冷めちゃったか。うん。ちょっと蒸らしを超えてるね。うん、いいよ。どうせ全部食べるから混ぜは適当で。あ、いい？はい。ください。はい。いや、ほんと美味しいよ。ほんと。うん。何が入っとんの？鶏だけ？ひじきと鶏と人参と、なんか海藻がね、もうちょっとグリーンっぽいのがね、ちょっと入ってるかな。あら、全部入っちゃうの？へえ、うん。あの量的にはね、ここ一杯ぐらいでちょうどいい感じだよ。うわ、美味しそうです、うん、いや、いただきますよ。はい、じご飯。どれ、そんなに美味しいの？私は結構好きな味。うめえ。美味しいよね。うん、何の味付け？わ、なんかね、うん、やっぱり海藻の、うん、いい風味があって、味付けはちょっと鶏なのかな。味付あの美味しさが出てるのはね、美味しいよね。これめちゃくちゃうまいじゃん。私もそう思った、うん、かなり美味しい、うん、美味しい。こんなもうちょっと前に食べたけど、あかん、こんなの、うん、あかんかな。他に料理が美味しいのでさ、うん、先になんか来るわけないじゃん。最後にこんなの残しちゃかんて。めっちゃうめえ味付け。だってご飯でさ、練習いけるもん。まあ行くけどさ、いつも。わさびちょっと残っとるやつ。わさびが合う。わさび合う。すっごいいいね、ここね。もう魚
が食べたくなったらいいね、うん、そうだね、美味しかった、ごちそうさまでした、また来る、うん、来るよな、行きたいよね、うん、なかなか予約が取れないから、うん、プラチナチケットらしいです、この宿でも来ると思う。